こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。連立不等式 2x-1 小なりイコール 3x プラス1小なり x プラス5を解きなさいという問題なんですが、まずね、こんな風に不等式が連なっとったら左半分と右半分で、パカッと分けてあげると分かりやすいです。では分けて解いていきましょう。2x-1 小なりイコール 3x プラス1ですね、この左半分を取り出しましたと、右半分 3x プラス1小なり x プラス5っていうのを取り出しました。なので今この連なった不等式っていうのはこんな連立不等式に分解できるわけです。ではそれぞれを解いていきましょう。上の子丸1番、下の子丸2番と名前をつけてあげて、丸1番より、2x があって 3x を左辺に移行しましょう。マイナス 3x になりますね。で小なりイコール、ここの1があって、ここのマイナス1を右辺に移行してあげるとプラス1になりますね。方程式と全く一緒の考えです。では、2x から 3x を引くとマイナス x になりますね。で1たす1が2で、両辺をマイナス1で割ってあげるんですが、不等式っていうのはマイナスの数を両辺にかけたり割ったりするときって不等号の向きが変わりましたね。なので x はマイナス2以上になりますよと。これ丸1番の解、丸1ダッシュとしておきましょう。では次、丸2番より、3x があって左辺に x をピョンと移行してあげるとね、マイナス x になって、小なり5があって、1をピョンと右辺に移行するとマイナス1になりますね。 3x-x で 2x、 5-1 で4です。両辺を2で割ってあげると x は2よりもちっちゃいよになりますね。では丸2番の解を丸2ダッシュとしておきましょう。でここから丸1ダッシュと丸2ダッシュをガッチャンコするんですが、ここの連立するよっていうこの記号は勝つっていう意味です。どっちも OK の時それを答えにしてねって言ってるわけですね。なのでここで数直線を描いて考えてあげるわけです。ちょっと復習しておきましょう。数直線というのは右に行けば行くほど数が大きくなって、左に行けば行くほど数がちっちゃくなるんでしたね。で x がマイナス2以上っていうのはどんな風に書くかというと、マイナス2っていうポイントをポチッと取ってあげて、でここに等号が入るとき、マイナス2以上なんだからマイナス2を含むよっていうことですよね。含むときっていうのは丸を塗りつぶすんでしたね。ぐるぐるぐるっと塗りつぶせば含むよっていうことです。でマイナス2以上なんだからマイナス2よりでっけえよって言っとるわけですよ。なので数直線で言うと右の方に走っていくわけですね。でっかいんだから。なのでマイナス2以上、ここの斜線部分がこの x がマイナス2以上を表現したものです。で x が2よりもちっちゃいよっていうのはここに等号がないんでね、今度は白丸を書いてあげて塗りつぶさない。で2よりもちっちゃいよっていうのは左の方に走っていきますね。これが2よりもちっちゃいよです。ではこれを答案に描いてあげましょう。x の数直線を書いてあげて、丸1ダッシュっていうのがマイナス2以上、塗りつぶして右の方にギュッ、これでマイナス2以上ですね。で2よりもちっちゃいよっていうのが白丸で2を書いてあげて、ちっちゃくなっていくから左にピッですね。じゃあ同時に成り立っているところに斜線を引いてあげるとここになりますね。なので求める x の範囲っていうのはマイナス2以上、2よりもちっちゃいよになりますね。ですので答えはこれになります。はい、合格できる。